ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは作家の木内昇です。こんにちは。ひょうさの歌は時代小説なんですけれども、今回こう私もずっと時代小説に親しんできたので、自分でも書くのもそんなに違和感がないんですが、実際本を出してみると本当に時代小説初めて読んだっていう方がものすごく多くて、時代物って本当に今まですでに出ている作品でも面白いものが山ほどあるんですね。で、一番面白いのはやっぱりこう普遍な人間像みたいなものがあって、どんな時代でも変わらなかったり、また変わっていったりする部分も面白いんですが、自分の今いる地点じゃないところの人間を知り合ったような感じになれるというか、ちょっとだけ目線をずらすことですごくいろんなことが楽になることもあるし、例えば自分が悩みを抱えていた時に自分と同じような目に遭ってる人って意外といたんだなと思ったりとか、そういう史実があるんだなってことに気づくことができるんですね。それによって見えてる世界や感じ方が全然変わってくるので、自分の中で余裕が生まれるというところもあります。特に若い方だとなんか慶応3年で出てくるだけでもう難しいんじゃないかと思ってこう引いちゃう方も多いんですけど、もうちょっとこう親しんでいただけると嬉しいなと思います。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。